この商品とこの商品って何か違いあります？材質的にもでも正直同じですね、うんうんうん、なるほどね。映ってなし。こんにちは、船原です。じゃあ今日は三宅さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三宅さんは今中国輸入 OEM ビジネスに、まあ、本業としてね挑戦していただいて、まあ、月利200目指すぞというプロジェクトをやっておりますが、まあちょっと今2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、旧正月も挟んでるんで、はい、なかなか進まないということで、まあ、ようやくですね、まあ、これ撮ってるのが3月の最初なんですけど、まあ、本当はですね先週ぐらいにね撮影予定だったんですが、ちょっと僕が体調面でトラブルがありました。撮影が伸びてしまって今3月の初旬に撮っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回というねこの企画はちょっと撮影しながら進めていくということになってまして、まあ、なかなか進みが遅いぞと。まあ本当はねもっとこうネット上でガンガンねやりながら進めていければよかったんですけど、実際にこうやって撮影しながらやってるんで進み遅くなってるんですが、まあ、巻き返していきましょうということで、はい、旧正月の前に、三宅さんにいろいろねこうそこまで来たサンプルっていうのを、まあ、前回動画でですね、まあ、持ってきていただいていろいろ評価させていただいたんですけど、まあ、ちょっと前回の三宅さんが持ってきていただいたものは結構高いものが多かったということですね。でちょっとまあ勘違いというか戦略上のちょっと僕と三宅さんのミスマッチがありまして、まあ、僕としては、まあ、Amazon で売れているのって結構安い商品っていうのが多くて、ある程度安くないと売れないぞっていう、まあ、これはもう Amazon の中では鉄板の戦略なんですけど、まあ、三宅さんとしては、まあ、ちょっと差別化をして高いものを売っていこうみたいな、もともと Amazon にない商品を売っていった方がいいんじゃないかっていう感じだったんですよね、はいはい、でまあどっちの方法も正しいといえば正しいんですけど、より難しい方なんですよ。ないやつを売るっていうのは、これ結構起業する人あるあるなんですけど、世の中にないサービスを売るとか世の中にないものを売るっていうのが起業する時の、まあ、一つのミッションって考えてしまう方も多いんですけど、はい、まあうまくいかない。なんでうまくいかないかっていうと、まずそもそも世の中にない価格帯とか、まあ、そもそも商品がないってことは、もう誰も欲しくない可能性の方が高かったりするんですよね。例えばよくあるのはラーメン屋を作りたいとなった時にどこに出すかっていう話になるんですよ。 A と B っていう選択肢があったとして、はい、めちゃくちゃいっぱいラーメン屋があるとこに出すか、この町一個もラーメン屋ないみたいなとこに出すか、どっちに出します？ないところに出してしまいそうですね。この町ラーメン屋一個もないやみたいな、はい、出そうってなるわけですね。で、まあ、その戦略当たればめちゃくちゃ売れるんですけど、でもそもそもなぜこの町ラーメン屋ないのみたいな話になるわけ。だってどの町にもラーメンあるわけなのに、なぜこの町ラーメン屋ないかっていうと、まあ、今まで幾多の人がこの町にラーメン文化を、ね、根付かせようと思って作ってきたが潰れていたと。この町はもうみんなラーメンよりもうどんしか食べないそういう町だったみたいな、ね、こともよくあるんですよね、まあ、それよりももうラーメン屋さんがいっぱいあるところに出した方が、まあ、僕もラーメン好きがいっぱいいることも確定してるんで、はい、美味しいラーメン作れば売れるというのはねビジネス上、まあ、そういう予測はできるって感じですよね。そっちの方がリスクが少なかったりもするんですけども、これもまあ結果論じゃ結果論ですよね。はい、ということで、まあ、三宅さんは今まで Amazon なかったものとかなかった価格帯でいいものを売ろうっていう戦略で、まあ、前回ちょっとねお話しされてたんですけど、まあ、ちょっと最初からそれは結構むずいんで、やっぱりもうすでに売れているものと同じようなもので、はい、まあ、ちょっと安かったり、もしくはちょっとブランディングしてちょっと高く売ると、ある市場の中で戦ったり、この中にあるこの市場のちょっと外側で戦ったりっていうのが、まあ、まずはいいと思いますんで、はい、でそっち方面ちょっとね修正してもらって、またいろいろね探してもらっている途中ということになります、はい、で前回見てきてもらったこのシーツですよね、これがなんか意外と安かったと。意外と安かったです、はい、これシングルかな、どっちもシングルですね、はい、これ Amazon でどのぐらいに売れてるんですか？だいたい2000円前後ぐらいって感じです。商品的にはまあいい。そうなんですよ、はい、でメーカーじゃなくて商社だからちょっと高いんじゃないのかなって思いきや、うん、はい、意外と安い方だったっていうので、はいはい、まあありなんじゃないかなって結論には今至ってます。これ前回ちょっと見てもらったやつなんですけど、なんか袋がねなぜか2つの工場から買ったのにどっちも一緒みたいななんかホテルシーツみたいな、ね、感じで、はい、僕もねこのシーツ大好きなんですけど、まあまあいいですよね、本当ね。そうなんです、クオリティ的には、はい、だから別にこれが日本で売ってても、ね、全然問題ないで、2000円ぐらいでアマゾンで売られてる、はい、これがいくらぐらい？これが500円ぐらいですね。あ、500円ぐらいですね、はい、じゃあまあちょっとその送料とか販売手数料とかを考えてみないといけないんですけど、まあ、僕の中で最終的な利益率が
やっぱり最低でも 30% ないとなかなか売るの難しいと思ってるんで、はい、これまたちょっと後で計算してみましょうか。ちょっとこれを計算して、うん、で仕入れられるかどうかっていうのをやってみましょう、はい、ちょっと前回間に合わなかったものがようやくやってきました。それがこちらです。ダダンと。これ何ですか。これは、お風呂場とかの、はい、シャンプーとかを置く、まあ、台ですね。おお、そうですね。で、マグネットで付くようになってると、はい、まあ、某ね、山崎実業さんとかが結構ね、売ってるやつなんですけれどもこれを2つの工場からですね、取り寄せていただきましたが、結構いいですね。結構良かったです。まあ、さっき実際お風呂場にもちょっと試し、はい、ちょっと試してみたんですけど、はい、これなんか普通の家で撮ってるんですよなんか普通にガチャってくっつきましたね。そうですね、耐久性は問題なさそうでした。お風呂場のね、壁って磁石なんですね、ね、まあ、初めてくっつけました、なんか、うん、くっつくんだって思いました、ね、ということで、これちょっと見づらいかもしれないですけど、なんかこのマグネット貼り付けてるだけなんですよね、これ。これって山崎実業さんもこんなんなんですか。ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないですね、裏面は、はい、もしね、なんかもっと工夫しているものなんであればいいけど、まあ別にこれでガチャっとくっついたんで品質的には悪くなさそうなんだけど、濡れたらこれどうなるのかっていうのをちょっと知りたいですね。そうですね。で、まあ、2つのね工場から仕入れていただいて、こっちいくらなんですか。まあ、どちらもでも350円ぐらいって感じですね。350円ぐらい、安いです。安いです、意外と、まあ、僕ね、こういう製造は結構大好きなんで、うん、工場とか行くんですけど、これ鉄板切ってレーザーか何かでで曲げて溶接しただけっていうのすごいシンプルな、はい、ドシンプルな製品ですねこういうのをね、買うときって何個かの工場から買ってもらった方がいいかなと思うんですけど、これ2個あります。さあ、どっちの方がいいでしょうか。はい、お考えください。これ、ね、気づいちゃったんですけど、はい、これ見てください。これ溶接の処理甘いって見えます。これ見えづらいかもしれないですけど、これね、ほら、ここやばいですね。ちょっとこっちの工場ピヨス、ね、まあ、これもね、分かりづらいですけど、なんかこの辺の精度がめちゃくちゃ甘いんですよね。こっちの方がいいですね。切った貼ったの精度が全然違いますね。溶接大好きなこの溶接のね、跡とかもね、ちょっと違うんですよね。こう、はい、ただこれもやっぱそのマグネット貼ってるだけなんで、はい、これがなんかどう影響するのかです。あれですよね、もともとは冷蔵庫にあるみたいな。そうですね、なんかサンプルページとかだと冷蔵庫に貼っついてる写真が上がってたけれども、うん、問い合わせしたら、まあ、お風呂でも使っても問題ないよとは言われました。これは両面テープで貼ってますね、ちなみに。ああ、本当ですね、はい、こっち両面テープで貼ってて、こっちなんか謎のホットボンドみたいなんで貼り付けてます。だからもうこっちはやばい、これはやばい、こういうのがね、分かるっていうね。2個ちゃんと買えばこっちの工場はやばくて、こっちの工場はまだマシっていうのは分かるんで、見た目同じじゃないですか。見た目同じだけどクオリティ全然違うんで、で値段もあんま変わんないことも多いんで、まあ、僕だったら絶対こっちから買いますし、もしね他のとこもあるんだったら検討したいですけど、まあクオリティ的には僕こっち十分だと思いますと、はい、これ系のバス用品っていうんですかね、はい、をちょっといろいろ商品化もしていこうかなとは考えてます。はい、はい、あとどういうも仕入れてるんですか。以前とかだと枕とか枕カバーもやってたんですけれども、はい、まずちょっと今分かってる時点だと素材がシルクだと厳しいってことは今分かりましたね、はい、値段がちょっと全然合わないな、うん、なかなかアマゾンでシルクのベッドシーツ欲しいって思ってる人いないんで、まあまあ高いしね、そもそも高かったです、はい、コットンで枕カバーを今調べてるのと、うん、あと枕だとポリエステル、はい、まあ、枕本体ポリエステルで調べてます、うん、であとちょっと変わり種の変わった形の枕、まあ、肩こりとかに効きそうな枕とかも今やってる途中で、はいはい、あとはまあ夏に向けて、まあ、冷感素材でできた、ベッドシーツとか、うん、あと枕シーツとかも今調べてる段階です。なるほど。もうそこはもう工場見つかったんですか。工場は今見つかってはいますね。じゃあちょっと、まあ、まだサンプルがまだ来ないので見つかった商品の見積もりとかも参考にしながら、はい、利益がちゃんと出るのかどうかっていうのをちょっとシミュレーションしていこうかなと思いますんで、はい、ちょっとパソコンで Excel 使ってやっていきたいと思いますんで、ちょっとこれ計算していきましょう。今日のね、これもちゃんと利益が出るんだったらやるっていう感じなんで、はい、そもそもね、これが300円ぐらいでしょ。350円ぐらいです。でも送料とかもちょっと考えて、まあ、どのぐらい利益出るのかなっていう計算していけるやったらこうしましょう。はい、はい、じゃあいきましょう。ではですね、計算していきたいと思いますが、じゃあまずこちらのシーツですね。これいくら。 $4.59 とは言われてますね。 $4.59 なんで、円換算すると今116円ぐらいですかね。ちょっと Amazon で同じような商品を見つけてもらってもいいですか。まあ、ボックスシーツのランキング1位のやつです。あ、曇りね。ここが一番上手ですよね。この曇り大先生をですね、ベンチマークさせていただいて、でまずですね、この商品が体積的には
一緒ということなので、どのぐらいの金額で送れるのかですね、うん、FBA の金額とかちょっと調べていきたいと思います、はい、やるときはまず下の方に行っていただいて A 信をコピーしてください。ここに A 信っていうのがありますので、はい、それをコピーしていただいて、で FBA 料金シミュレーターっていうところに、まあ、これもねセドラーさんとかだったら御用達ツールだと思うんですけど、でここに先ほどの A 信をコピーしてあります。でこれがですね先ほどのくもりさんのボックスシーツですね。で例えばその金額をこう、まあ、じゃあくもりさんに合わせますかね、最終的にはじゃあこんぐらいの値段で売りましょうということで1782円で、商品原価をここに入れたいんですけど、商品原価入れる前に、まあ、本当の商品原価っていうのをですね計算していきたいと思います。でまずスプレッドシートを戻っていただいて、まあ、この下の方で適当でいいので一応まず商品原価530円ですよね。じゃあ530って書いてもらってもいいですか。で中国輸入の場合ってこの530円、これがまあ原価530円です。他にどういう金額がかかってくるかっていうのを大体想像していただくと、中国国内送料、はい、中国の国内送料ですね。あとは国際送料、はい、国際送料、はい、で日本国内送料、日本国内送料、はい、で消費税、消費税で関税、はい、あと検品手数料とか。あ、ですね、まあ、まず検品するかどうかなんですけど、これ系の商品は僕大丈夫かなと普通に考えてるので、はい、アパレルとかかなりやばいんですけど、検品手数料も結構1個ね10円とかするので、もう今回はちょっとそれ置いといて、まあ、もしやろうと思えば、ね、いつでもできるんで。まず送料なんですけど2タイプありまして、中国の拠点まで持ってってもらってそっから日本に送るっていうパターンですね。この場合は中国国内送料と中国から日本の国際送料がかかります。でもう一つが、もう中国の工場から日本の倉庫にダイレクトで送るパターン、このパターンもあります。でこの2個目の後者の方は、まあ、どっちかというとコンテナとかでドカーンとやるタイプなんで、ちょっと多めに仕入れる時ですね、はい、でさらに日本の送料って言ってたじゃないですか、はい、日本の送料も例えば中国の工場から日本の Amazon FBA に直接送るっていう荒技もあるんですよね。まあそれが一番安いんですけど、できたらそれがいいかなっていう感じですね。これ多分何グラムぐらい、くもりさんのやつ見てもらって、この下にですね梱包の重量が書いてあります。480g、 まあまあ多いですよね。多分なんですけど200円ぐらいだと思います、はい、とりあえず200円足してください。プラス消費税足す関税ですね。で関税に関しては検索したら結構すぐ出てくるんです。関税計算しましょう。まずベッドシーツ関税って普通に調べてもらって、出てこないことほとんどないです、はい、関税率が基本 6.4% って書いてますね。でこの特定とか特計とか特特とか、まあ、この辺は国によるって感じで、ちょこの国がどこかっていうのちょっと覚えてないんですけど、まあ、インドとかなんかそういうところは関税ゼロになったりするんですけど、まあ、基本的には 6.4% で考えていただいたらいいと思いますので、まあ、6.4% ですね。だから原価足す送料に 6.4%ですね、が関税としてかかります。だから730円かける 6.4% ですね。ここちゃんと計算しておかないとマジでかかってくるんで、はい、そんな知らなかったよじゃダメでね。で消費税が 10% です。なんでこの 730×0.1 ですね。だから商品原価足す送料に関税がかかるっていう感じ で消費税は J12+J13 の L0.1、これで日本まで持ってくる感じです。で、こっからこれを日本の倉庫からアマゾン FB に送るっていう感じなんですけど、多分2、30円ぐらいだと思います。この大きさなら。はい。これも30円にしておきますかね。じゃあこれを足してみましょう。これがアマゾンの FBA まで送っていく原価になりますね。まあ、880円で計算しましょう。じゃあこれを FBA のシミュレーターに入れます。1782円でもし販売した場合、アマゾンのサービス手数料こっちは 15%。ですね、ここの手元からで267円で、フルフルメントバイアマゾン、これは FBA の送料ですねが434円かかります。で、まあ、月額手数料がこうあたりね17円かかるということで、まあ、これはの倉庫代と考えてください。商品原価が880円だった時になんと純利益184円なんで、まあ、10% しか入んないっていう感じになります。ここでちょっと僕が見た、今見た感じ、むずいなと思う。どこがむずいかっていうと、まず 10% なんで、こっから広告費とか、まあ、かけていく予定なんで、広告費かけたら絶対赤字になるんですよね。なんで、販売金額上げるか、仕入れ金額を下げるか、もしくはどっかのこの間接コストをめちゃくちゃ安くするにかかってるかなと。まず、くもりさんと今戦ってるんですよね。こういう寝具系のジャンルで Amazon の多分トップセラー。だと思うんですけど、ここがですね、まあ、一応1782円で売ってるんで、同じ商品でかつここより高かったらなかなか売りにくい気もしますね。なんでもっと高く売れないかっていうのを考えたいんですけど、この商品とこの商品ってなんか違いあります。
材質的にもでも正直同じですね、うんうん、なるほどね。打つ手なし打つ手なし。ちょっといいですか、キーパーの画面見てもらっていいですか。いつもこの値段なんですか。今めちゃくちゃ安く売ってますね、これ Amazon。 そうですね、もともと1980円で売ってるんです。今安売り時期で1780円ぐらい、まあ、とはいえですね、この安い値段の時にも対抗できるぐらいの価格競争力の値段なので、はい、難しいかな。ちょっとシミュレーターの方も取っていただいて、はい、ここ純利益で、まあ、最低 30% 欲しいんですよ、うん、例えばこれ500円にしてもらっていいですか。計算をしてもらうと、そうですね、だいたい500円ぐらい仕入れられれば、まあなんとかビジネスになるかなっていう感じです。しかも500円で仕入れられるっていうのが、はい、もう原価プラス送料プラス関税プラス消費税みたいな感じだから、それいろいろ考えると調達価格で300円以下ぐらいじゃないと難しいかもしれないです、はい、ここが今ね、もう 4.59 じゃないですか。ここがもうほんと 2.5 とか、まあ、半額ですね、仕入れ、はい、半額いけるんやったらなんとなく戦える土俵に立てるみたいな感じです。なんでちょっと僕ベッドシーツに関しては今は戦うべき市場じゃないなと思いました。あ、なるほど。僕らがものすごいブランドになって、よしそろそろ戦うかみたいな、はい、曇りさんと戦うかみたいな感じかなと。こういうのってね、安くていいやつが提供できれば鬼のように売れるような商材なんで、ちょっとまだ早いかなと思います。でまあ、僕の中では、まあ、今のところ打つ手なし、ここにお金と時間使うよりはもうちょっと売り上げ低いけど、うん、はい、打ったらそれなりに売れるみたいな市場もあると思うんで、はい、まあ、そっちから行った方がいいかなって思います。どうやってるんですかね、くもりさんは。いや、もうだから大量に買ってるんですよ。多分月間1万枚とか2万枚とか売ってるんで、はい、そしたら工場も布のロールから買ってくるんですけど、そこの買い付けから一緒にやってる感じになると思うんで、めちゃめちゃ原価率下げれてると思いますし、はい、じゃあ僕らは今こう送料200円って推定してるじゃないですか。これを多分曇りさんレベルでもうコンテナでドンってやるともう20円とかになると思うんで。そんなに変わるんですか。全然変わりますね。でそうなるとこの原価が300円になって送料10円とかになるんで、はい、仕入れ価格で言うと400円以内、送料消費税でも400円以内になってくるんだかなと思います。強いですね。まあでもここは僕らもできるんですよ、やろうと思えば。金と時間差あれば。ただ今って僕そこまでね強くない。クリリン対ベジータみたいな感じになっちゃうんで、今せめてちょっとトランクスぐらいになってから戦いたいなみたいな、はい、まあ、これ多分見てる若い方は何言ってるかわからないと思うんですけど、中国輸入ってそうやってなんか進んでいくんですね。そうですね、いきなり強いとこ行って勝てる人もいるんですよ。僕もね、いろんな人教えてるんで、それはまあめちゃくちゃ運が良かったか、ものすごい金持ってたか、それかこのジャンルが好きすぎるかって感じです。なんで好きすぎたらどうなるかっていうと、このベッドシーツが2500円で売れるんですよ、その人は。売ろうとも思いでなんかいけちゃったみたいな感じなんですけど、なかなかそれは難しいなと今思うんで、もうちょっと数の暴力で戦えるようになってからやりたいなって気がしました。例えばその、今冷感のシーツ、はい、そのひんやりするやつっていうのあるじゃないですか。それって今どのぐらいで仕入れられるかって、その見積もり来てますか。まあ、大体原価5ぐらいかなとは言われてますね。はいはいはい。これはまあよくニトリとかで売ってるようなヒヤッとするやつですかね。はい、ちょっと見せてもらってです、この2枚目の。これもちょっとね、サンプル入れてみないと分かんないですけど、一応これ2000セット買ったらね、3.8 ドルまで下がるって書いてるんですけど、じゃあ 3.8 ドルと考えた時に、同じような商品っていくらぐらいで売られてるんですか。ここ安いな、なかなか。じゃあこれもちょっと計算してみましょう。はい、おお、6%。厳しい。やっぱここっすね、フルフィルメントバイアマゾンの手数料603円、でかいだと思う。ここがもっと抑えられない限り結構厳しいかもしれない。ちょっともう一回アマゾンのやつ見せてもらっていいですか。大きいですもんね、シングルサイズですね。これアマゾンが出荷販売してるんで、まあ、これベンダー商品ですよね。でベンダー商品って売り上げの大体5割とか6割ぐらいで卸してるんで、1000円で卸せたら勝ちみたいな感じではあるんですよ。なかなか難しいですね、送料。これも400円ならいけるって感じで価格で、まあ、1997円だったら勝負になる。もっと高く売れてる例ってあるんですか、冷感式パッドで。ああ、2キッパとかありますね。もしかも売れてますね。売れてますね。直近1年見てもらっていいですか。めちゃくちゃベタベタに売れてますね。ただ値段がどのぐらいですか、その夏の時の値段は。2480円で、ここちょっと一旦 FBA の送料見てもらっていいですか。はい、送料こっちのちょっと安いです。そうですね、だから多分梱包とかをめちゃくちゃ頑張って圧縮していって、はい、FBA の送料を下げていきつつ、原価をもっと下げていけばなんとかこのレベルの商品作れたらですね、はい、ただですよ、ここがやっぱ 30% ってマジで
ギリギリなんですよ、うん、広告かけんかったら儲かりますねっていう感じなんで、市場的にはあんまり良くないかなと思いました。ちょっと厳しそうですね。やってもいいかもしれないですけど、あんまり資金効率良くない、なさそうっていう感じです、はい、もうやるんだったらコンテナで入れないと、はい、コンテナ直で入れないと FBA もですね、はい、なかなか難そうだなと思います。コンテナ直でやるんだったら多分3000個とか4000個ぐらい一気に買う感じにはなると思いますね。もっとかもしれない。これちょっと検討しましょう、はい、こちらはどうですか。3.36ドル。はい、よいです。じゃあこれも原価を計算していきましょう。これは多分なんですけど、この大きさだと多分さっきのこれと一緒ぐらいですね。200円ぐらいですね。何で申告するかによるんですけどね。インテリア小物ですよね。台所用品ですね、きっとね。これステンレス製と考えると無税から 3.9%。 じゃあステンレス製の家庭用品で調べてみてもらう。はい、基本無税って書いてますね。多分無税だと思います。鉄鋼製品の台所用品は無税って書いてるんで、まあ、635円が原価ですね、はい、これはいけると思います。まだ利益は出そうな予感。もうちょっと原価下げれるんじゃないかなと思います。どこが下げられそうかっていうと、まあ、まず一つは送料です。なんか200円ぐらいかなって出るんですけど、大量に買えばマジ30円とか50円ぐらいになると思います。ただその梱包のサイズによりますけど、多分50円以下にはできるはずですね。ただ、まあ、最初はいきなりじゃあコンテナで入れるんかってなかなか難しいんで、まあ、最初200円ぐらいで計算しておいた方がいいかなっていうことです。商品原価ももっと安くなりそうな気もしますけどね。これってアリババのページ見れますか。 3.36 から 4.3。 なるほどですね、まあ、ここはもう工場との直接交渉になると思うんですけど、これ 2.5 にしてほしいとかって言ってまあどんどん交渉していく。日本まで持ってくるので450円とか500円ぐらいを目指すと、まあ、もっと利益出る商品になるかなと思います、ね。まあ、こっちの方が全然利益は取れそうですけど、そうですね、競争もまだ勝てそうな気もします、うん、はい、ただその山崎実業さんっていうすげえセラーとじゃあ最初から同じ値段で売れるかっていう、僕難しいと思うんで、うん、まあ、やっぱ最初の売り上げかと思う。価格っていうのは2000切ってこないとなかなか難しいんじゃないかなと思う。ここもそんな楽ではないところかもしれないけど、寝具このシーツよりはまだいけそうな気もします。はい、で山崎実業さんに関して言うと、これもアマゾンなんですよね、セラーがね、全部ね。アマゾン本体売ってる商品の方が勝ちやすいです。僕らのようなセラーがアマゾンに直接出品して売ってるものよりもこっちの方がカタログ的には強いんですけど、アマゾンもなんかめちゃくちゃ頑張ってるわけじゃないんで、僕らが頑張れば勝てなくもないと思う。カタログが強いんですよ。カタログが強いっていうのは、例えば不正レビュー入れても大丈夫とかアカウント的には飛ばないとか、うん、そういう攻撃には耐えられるんですけど、戦略的になんかそこまでめちゃくちゃ頑張ってるわけではないと思うので、はい、まあ勝てなくもないのかなとは思いましたね。まあ、こういうのはちょっとねちゃんと計算しないといけないので、今ちょっとすごい原価とかざっくり計算したんですけど、まあ、送料の計算とか、あとはその工場の原価の交渉とかもうちょっと重ねていって仕入れる商品っていうのを決めていければなと思いますね。はい、はい、まあね、まあ、次回までにはちょっとこう、もしかしたらね、冷感マットとかも本当いけるかもしれない。そうですね、もうちょっと交渉したり、梱包サイズとかがもっとちっちゃくなるんだったら FBA の送料も下がったりする可能性はあるので、その辺もちょっといろいろやっていきながら仕入れるかどうかっていうのをね決めていきたいと思います。以上なんですけど、なんか質問ってありますか。まあ、もうちょっとじゃあ他の工場なり、今交渉している工場なり、うん、原価をちょっと落とせるか聞いてみるってところですかね。原価はもう100円落ちただけでもビジネスになったりならなかったりするんで、まあ、そこは結構重要ではありますね。でそれで数が必要って言われたら、まあ、ちょっと悩む、はい、いや100個じゃ無理よ、1000個だったら1ドル下げるとか言ってくるんです。まあ、それはちょっともうビジネスのね話になってくるんです、ね、まあやるしかないっていうこともあるかなと思う。でやっぱり数が増えれば増えるほど今度送料も安くなるので、はい、こっちの送料の方も下がっていく感じですね。それだけ送料変わるっていうのも知らなかったんで、はい、全然違ってくるんですね。あ、もう全然変わりますね。中国には結構物流との戦いだったりもするので、はい、まあ、そこはちょっと頑張ってやっていかないとダメです。
SKU が多ければ多いほどまたさらに、ね、稼げるってことにもなってくる。あ、そうですね。例えばこの工場からこれだけじゃなくて違うものも仕入れるんであれば、うん、コンテナいっぱいいろんな SKU 入れられるんで、こればっかり1万個仕入れるともう何年かかんねんっていう話になるんですけど、はい、これとまた全然違うものっていうのを同じ工場から仕入れることによっていろんなものをコンテナに混載できるようになるので、まあ、そういうふうにやっていくと送料っていうのは下げていくことができるよねっていう感じです。はい、ただやっぱコンテナいっぱい200万とか300万とか、そうですよね、まあ、下手したらもう1000万とかいくこともある、はい、じゃあそういう規模のビジネスになってくるよねっていう感じです。ただでもまあそうなってくるとさらにもっと稼げるようになってくるってことなんですね。まあそうですけどね、理論的に言うともちろんその分リスクも高まるっていう感じです。あ、はい、まあ、でもなんか中国輸入の2ステップ目3ステップ目みたいなのがちょっと今日見れたんですごい良かったです。あ、いきなりコンテナから行くのは僕はおすすめしないですけど、ね、最初はもうトントンでもいいんで本当売れるかどうかやってみるっていう、まあ、全然マイナス出てもいいと思うんで、1回目じゃあこれ500個仕入れてみて、はい、普通に売れるんだったら次ね2000個仕入れるっていう流れの方が全然いいかなと思うんですね。はい、あとはなんか商品開発も結構重要で、これだと山崎実業さんと同じになっちゃう、もっといいことができる可能性もあるわけじゃないですか。そこもちょっともっと追求していくっていう、そうですね、重要かもしれないです。カラー展開とかもですよね。まあ、カラーは結構重要だと思いますね。もっとなんかこう違う色が欲しい人もいるかもしれないんで、そういう差別化ポイントをカラーでつけていくと。カラーもやっぱ機能の一つなんで、あとはその SNS とかでちゃんとブランディングしていって他の会社よりも高くレビュー設定していくとか、はい、これでもちょっと違いますよね。形は違いますね。これ下がもう普通の鉄板になってるんですけど、山田圭介さんは穴開いてますよね。これ水が落ちるようにだと思いますね。まあ、そういうのもやっぱり重要かもしれないですね。この細いのが2個ついてて後ろに板が2枚溶接してあるみたいな感じですね。はい、まあ、そういうなんか商品開発的なところもやっていくことによって、うん、あ、こっちのがいいやみたいな、はい、人も増えてくる。まあ、この商品よりも今現状だと山崎実業さんの商品の方が良さそうなんで、もっといいのを作っていく努力も必要ですね。はい、まあ、この辺は工場といろいろ相談していけば、こういう鉄板系のやつって切って溶接するだけなんで、はい、意外と柔軟に作ってくる。でもしかしたらこの使う鉄板の量が減れば原価が安くなったりするんです。確かに、まあ、その分加工量が多くなるんだったら、まあ、もしかしたらちょっと価格が逆に上がることもあるかもしれないですけど、はい、サイズをもっとちっちゃくしたりとかすれば使う鉄板量が減るんで原価が安くなったりすることもあるので、はい、まあ、この辺も工場といろいろ相談してやっていけばもっと原価を抑えていい商品が作れる可能性はありますね。わかりました。はい、だから日本のこのシャンプーのサイズとかも考えて基本的にメジャーなやつ全部入るようなサイズにする。これちょっとでかいと思います僕、はい、もうちょっとちっちゃいやつにしたらもっと原価下がるのかなと思います。なんでまあそういうのを一個一個やっていくっていうのが中国輸入ですね。なんですごくめんどくさいんですけどまあでも一回作っちゃえばね、あとはもうロングセラーになる可能性あるんで、はい、まあ、ぜひちょっとここもやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、こんな感じですね。三宅さんちょっとまだまだ販売にはいかないかもしれないんですけど、どんどん進めていきたいと思いますので、続きが気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとなんか質問とか応援コメントありましたらコメントよろしくお願いします。あと高評価の方もよろしくお願いします。で、僕がこんな感じで中国輸入を教えているウェブセミナーっていうのがありますので、もし今回のね見て中国輸入を自分もやってみたいなと思われたんであれば、あのウェブセミナー概要欄に貼ってますので、無料でやってますのでそちらを見ていただければと思います。頑張っておりましょう。はい、はい、僕結構最初から完璧主義です。そうですね、はい、すいません、なんかでもやる前からちょっとうまくいかない可能性があるのも分かるんで、絶対儲かるようにしてからねやった方がいいと思うんで、うんうんうん、もうちょっと長くなりますけどお付き合いください。はい、それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。